4分チャンネル、ね、はい、ハマってみましたけど、ね、ハマってないか。そこはどこですか。ここはですね、はい、2階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 、会議棟の。会議棟っていうですね、はい、我々の事務所の上にあります、会議棟で。会議棟で、ここは和室ですね。会議室って書いてますね、和室。ね、和室で、ここ。和室もあるんですよ。ここ人気あるんですよね。そうなんです、そうなんです。畳の部屋っていうことですね。我々日本人からするとね、はい、ちょっとそういう文化会館はね、やっぱり40周年で40周年ございます。40年前からあったと思いますけど、そうですね、いろんな施設がね、はい、ありますございます、はい、その中の一つでございますが、今日はですね、はい、おしゃれ関係、おしゃれ関係バーサスバーサス、おしゃれ紳士ね、おしゃれ紳士、おしゃれ関係じゃない、おしゃれ紳士ね、おしゃれ紳士かけるバーサスアリソン、アミソン、アリ、アリアニソン、そんちことはアニメソングです。アニメソング、英語の方が書いてありますね。こうね、バイアニメソングでございます。アニメソングを、はい、を似合わせて、ね、おしゃれ紳士が踊るということで、はい、まあよ、これスペシャルですね。スペシャルです。他でやらないです、ね。もうね、よかしオリジナルでございます。はい、よかしのためだけに、もう半年ぐらい前からずっと稽古をしていただいていて、そうですね。まあ、やっぱりね、おしゃれ紳士さんがね、まあ、それに年代近いので、その年代の人たちが、やっぱりねっていう曲をやっていただけるので、三浜文化会館でありますね。三浜文化会館 のいつものところです。創作スペース、創作スペース、特設ステージ、特設、まあ、特設でもなくなってきましたけどね。最近だいぶしょっちゅう作ってますんで、これこそ本当に近い、近い、もう目の前にバレてきますから、もう、はい、ね、今回はしかも去年のワークショップ公演と違いまして、ちょっと上半身裸でできてます、帽子というゆだちでございます。いつものおしゃれ紳士の、はい、おしゃれ紳士の皆さんですからね、びっくりなさらないように、5人来てくれるんですかね。5人でね、おしゃれ紳士ね、6人になったんです。6人だった、ね、うん、で今回は西川さんが来られない代わりに菊池さんが入られる。菊池さん、はい、菊池さんは四日市初登場、初登場でございます、ね、はい、あ、なんかコメントいただいて、そうなんです、今回コメントいただいておりますので、ぜひ皆様ご覧ください。どうぞ。4分チャンネルをご覧の皆様、おしゃれ紳士です。昨年は四日市の皆様とダンス公演を作ろう発表会を無事大盛況の中終えることができました。今年も我々おしゃれ紳士が四日市にお邪魔いたします。タイトルはおしゃれ紳士×アニソン。懐かしいものから新しいものまで全編アニメソングでお届けします。日程は12月17日土曜日、18日日曜日、どちらもお昼の14時からの開演でございます。場所は四日市市三浜文化会館です。皆様のご来場お待ちしてます。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんね、相変わらず楽しい、ね、そうなんですよ、人たちです。ちょっとね、はい、気づいてますかね、伊藤祐介さん、はい、マンションさん、はい、ちょっと髪剃ったみたいで、そうですね、あれね、知らなかったらちょっとびっくりしちゃいますけどね。全然違いますね、本当に、なんか雰囲気変わってますね。まあ、池亮さんは全然変わらず、ね、パラパラみんな変わらないですけどね、池内さんはじめ、はい、そんな感じで、はい、ちょっと楽しみですね、本当に。ちょっとじゃない、だいぶ楽しみですね。だから逆に、だからおしゃれ紳士知らないけれどアニメソング好きだよっていう方なんかもね、来ていただけると、今なんかちょっとブームっていうか、昭和の歌とか、ね、あ、そうですね、ブームですよね。90年代、昭和よりはちょっと平成かな、平成に入ってからですかね。平成に入ってからの曲たくさん使ってますね。それに合わせて、おしゃれ紳士独特の振り付けがございますので、はい、面白いですもんね。面白いです。もう本当に、ね、初めて見ても全然事前予習いりません。で上足裸にネクタイですからね。ネクタイで、もう宴会芸で。あれ帽子もかぶるんでしたっけ。帽子もかぶります。もちろん、ハエも入ってますから。いいですね、宴会芸じゃないんですけど、本当に何だろう、宴会芸を極めに極めたこの形になったんじゃないかというような、はい、そんな、これは12月の、17の土曜日、18日の日曜日、もうすぐですね、もう本当すぐですね、はい、あと2週間ございます、撮影日いっぱいあります。まあ、そんなことでございます、はい、ぜひちょっとチケットの方も残り少なくなってまいりましたので、はい、本当に少ないですからね、はい、ぜひお早めにお越しいただいたと思います。よろしくお願いいたします。さあ、この動画はですね、面白いねと思ったらですね、チャンネル登録、いいね、お願いいたします。お願いいたします。どんどん増えてます。よろしくお願いします。